Paramatch TV。 皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの藤本久美です。ここからはグスグスのお時間をどうぞお楽しみください。今回のテーマはこちら、メモリーグラムです。以前今川アナウンサーもこのメモリーグラムのコーナーをやっていましたけれども、こう去年1年間インスタグラムに私がどんな投稿をしていたのかなというのを一緒に振り返って思い出トークをしていけたらなというふうに思います。では早速いきましょう。最初の写真がこちらです。2023年1月5日の投稿ですね。めいおいとこんぴらさんへ。年末に姉家族と一緒に琴平宮に行ってきました。でこの時、おそらくめいとおいが3歳と1歳だったと思うんですけれども、やはりこう小さいのでずっと階段を登り続けるということに飽きてくるんですね。なので姉夫婦と私でこう交互に抱っこしながら登っていったんですけれども、こんぴらさんって本宮まで785段あるんですよね。もうだから冬なのに暑くて暑くてすごく大変でした。でも上まで登った時のその景色というのがもうすごく美しくって清々しい気分になりましたね。で、この日の夜は参道沿いの宿にみんなで一泊しました。ベッドの上でね、めいっ子おいっ子とはしゃいじゃいました。私も小さい時から小さい子供が好きだったので、もう子供たちと触れ合うとやはりすごく大変ではあるんですけれども癒されますね。もう本当に天使のように可愛いです。では続いての写真です。はい、2月3日恵方巻きをパクリ。左側の写真はこのクスクスで恵方巻きを紹介した時の写真です。で右側は、大学時代の親友と一緒に私の家で恵方巻きを食べた時の写真なんですけれども、2人とも独身なので私たちのモットーが今を全力で楽しもう、イベントごとも楽しもうということで、まあハロウィンも2人で集まったり、クリスマスも家でクリスマスパーティーのようなことをしてみたり楽しんでいるんですが、この恵方巻きも、節分の日に恵方巻きを2人で買って、その年の方角を見て仲良く過ごしましたね。こういった本当にかけがえのない時間をこれからも大切にしていきたいなと写真を見ていると改めて思いますね。では続いてです。4月3日矢野アナと京都旅行です。OHK にいらっしゃった時からもう本当にお世話になって、もうずっとこう私の相談にも親身に相談に乗ってくれる優しい先輩なんですけれども、矢野アナウンサーがお子さんも生まれたので矢野さんと、矢野さんの赤ちゃんと一緒に京都に1泊2日の旅行に行ってきました。私たちね、子連れ旅行とは思えないほどアクティブな動きをしまして、もうね存分に京都を楽しみましたよ。ランチをして花見をして、で五重の塔も見て、先ほどの北野天満宮にも行って、で河合神社にも行って、で鴨川でディナーをして夜桜を見て、で次の日も宿に泊まった後嵐山に行くという、もう京都のこの春をもう満喫してきました。すごく楽しかったです。矢野さんの赤ちゃんも矢野さんにそっくりで目もクリックリで、でまたこれも似ているんですけれども、もうおしゃべりなんです。おしゃべりがすっごく上手なんです。もう24時間ずっと話しかけてきてくれるぐらい、もう本当に可愛いんです。すっごくいい思い出になりました。これが4月の旅行の思い出です。では続いてです。5月16日、久しぶりの絶滅危惧種ハンター。はい。私はですね、毎月第4土曜日朝10時25分から放送している環境情報番組リセットも担当しているんですけれども、もう絶滅危惧種を一生懸命こう探しに行くロケというのも不定期にやっておりまして、この日はその絶滅危惧種ハンターのロケの日ですね。もうね、川の中で雷魚を探したり、田んぼの中でひたすら珍しい絶滅危惧種のカエルを探したり、今までいろいろやってきているんですけれども、ぜひ OHK リセットで検索していただくと特設サイトが
出てくるので、今までのアーカイブも全部見られるようになっているんですね。そちらで今までのみんなのリセットファミリーの頑張りも見ていただけたら嬉しいです。では続いて、6月9日 OHK アナウンサーで朗読会。はい、私たち OHK アナウンサーは大原美術館で大原美術館をテーマにした短編文を朗読するというイベントを2013年から2年に一度行っています。で、この写真は、おのおの毎日こう練習を積み重ねているんですけれども、やはり本番当日を迎える前はみんなで集まって最終確認リハーサルをします。その時の1枚ですね。はい、これは本番当日にみんなで撮った写真なんですけれども、やはりこう OHK アナウンサー全員で一つのイベントに向き合うというのはなかなかこうないので、私たちアナウンサーにとってもうすっごくいい経験思い出ですし、もう絆がこうより深まる気がして、これからも大切に続けていきたいなと思えるイベントです。続いてです。7月21日 FNS 27時間テレビに出演の一枚ですね。これはですね、 FNS 27時間テレビに出演して、全曲こう生放送でね回してこうスゴ技、名人の技を披露するコーナーに出演させていただいたんですが、私は、岡山県から空中ウォークの達人と一緒にお届けしました。やはり全国放送に出る機会というのはなんか滅多にないので、すごくいい思い出になりましたし、スタジオからね、東京のスタジオからかまいたちさんとか千鳥さんとかいろんな方からこう突っ込んでいただいて、すごく嬉しかったのを今でも覚えています。はあ、いい思い出になりました。続いての写真はこちらです。8月24日の投稿、裏座特番の MC です。はい、浴衣を着せてもらって、裏座特番の MC をしたんですが、中継担当先の今川さんと一緒に、はい、笑顔で撮った一枚ですね。やはり浴衣を、ね、着せてもらうとちょっと、ね、気分も上がって嬉しいですよね。萩原さんと一緒に裏座特番の MC を担当して、にぎわいが戻ってきた裏じゃ、制限がなくにぎわいが戻った岡山の街の様子をお届けして、で特番の放送を終えた後は私たちも外に出て、大踊り連の、直達車に乗って上岡源さんと一緒にマイクで頑張って一生懸命盛り上げました。もう他の踊り連の皆さんのこう熱気というのも伝わってきて、ああ岡山のこれが夏だよなって改めて強く思いましたね。今年もね、開催できることを願っております。では続いてです。はい、12月3日になりましたけれども、お世話になった方の結婚式に参列してきました。リセットファミリーでお世話になっている香川県住みます芸人の梶剛さんの結婚式に参加してきたんですけれども、もう本当にこう優しい男らしい、みんなから愛されている梶さんの人柄というのが出ている素敵な結婚式で、もう涙涙という感じだったんですけれども、ね、会場で会った上岡源さんとも、はい、また源さん登場ですね。源さんと一緒にツーショットも撮りました。もう梶さんにはいつもリセットのロケでもお世話になっていて、私も大好きなんですけれども、これからもね、はい、梶さんと仲良くリセットのロケをしていけたらなと思います。以上、私のインスタグラムの投稿を振り返りながら一緒に思い出トークに付き合っていただきましたけれども、こうやってね、こう1年間何を投稿していたかな、どんなことがあったかなってこう思い出を振り返ることってなかなか日常生活の中でないので、いい時間ですし、なんかこうその時の楽しみなども蘇ってきて、今日すごく私自身楽しかったです。今日はメモリーグラムに最後までお付き合いいただいてありがとうございました。今後もインスタグラムの更新を頑張っていきますので、OHK アナウンサー藤本久美で検索してフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回のクスクスでお会いしましょう。さようなら、バイバイ。